三田らはじめは、元キャノン社長。東京都出身、マサチューセッツ工科大学大学院電子工学科、スタンフォード大学修了、キャノン創業者、三田ら武士の子。1974年にキャノンに入社、中央研究所所長などを務めた後、1993年に山地慶造の突然の退任を受け、第五代社長に就任。 社長として、ラ腕を振るったが、1995年に、間質性肺炎のため、在職のまま死去。公認社長には、いとこのみたらい藤雄が就任した。ABC 都市久、永井。ソニー下国情の現実味。元社員も嘆くみたらし。キャノンの参上。アゴラ言論プラットフォーム。2021年11月11日閲覧。山地慶像は、 ビジネスウィーク氏から最優秀経営者に選ばれるなど評価が高かったが突然辞任し役員としても残らなかったため様々な噂が上がった。真相は闇だが初代社長の三たら武氏に恩を受けた各十三郎の体制奉還とも言われる。キャノン、見たら藤岡かける、強運の副社と工事記事新調社法サイト、開員性国際情報サイト。 新潮社報サイト2021年11月11日閲覧ありがとうございます。